車で来て履いてた。さあ、なんか男の人がいっぱいいる。うん、入ろう。ちょっと匂いのウォーキングデッド。いやでもこれから出すやん。好きだし。いただきます。それは合わせない。カニスをいただきます。これ絞らなくて外国の外国の最初にやられるんですよ。いや、ここは10人いるんだけど、ボディも M1 でただなんか、あ、美味しい。これで美味しいじゃん。これで美味しいじゃん。これで美味しいじゃん。キクスイ、辛口、久しぶりの日本酒練習来ました。あ、いいですね。馬刺しでございます。あ、残ってましたよ。あ、本当ですか。いや、あの一生瓶の何かなって。何本ずつ作れたのか。すごい。馬刺し、馬刺し、キクスイ、キクスイの練習でございます。いただきます。あ、うまい。では馬刺し、馬刺しをいただきます。馬刺し これにしよう。馬刺しめっちゃ美味しい。馬刺し美味しい。ちょっとニンニクであんまり食べたことないけど。はい、スガキでございます。めっちゃ美味しい。すげー。まだ馬刺しが二切れ残ってるんですけど、どっちが食べるか。スガキ、馬刺しを食べて、スガキを食べて、のどぐろの塩焼きでございます。大奮発。私じゃないもんね。私がメニュー見てたらカニにしてたから。じゃんじゃんじゃん。のどぐろに、のどぐろにお箸を入れます。
奥奥。いや。うん、脂がしっかり乗ってる。ほんなら1時間後ぐらいに俺に LINE 来たよ、写真が見た瞬間に俺が来てた瞬間に記憶ねえって声が出たわけわからん、カラオケのわけわからん出るせめか神谷のカドショーお母さん、そうどうぞ、出た俺なら可愛いね居酒屋で出てくるわよはい、大好物のポテトサラダでございます。今のどぐろがこんな感じどんどん食べてます。スガキもあと2つ。いただきます。うまい。はい、どうぞ。はい、これはおばあちゃんの昔のロック。おいしい。よかったです。ちょっと酔っ払ってきました。のどぐろ完食。じゃじゃーん、骨までしゃぶりました。すごい。白子の天ぷらと舞茸。もう今日はバッチリ勢力のつくものばっかりです。なんでそうなるのかな。いや、これはもう自分で言うやけんやっちゅうしかし白子を食べて精力いっぱいつけば。舞茸いきます。それ一回見たことあるよ。もう見たことあるよ。あれ見せてくれ。すげえな。今日は肋骨にひびが入ってるから夜はダメですって。なんで一玉美味しいものを食べて楽しもう。で、明日の朝 目が早く覚めたらやっぱ温泉にも行きたいね。でも絶対無理だじゃん。でも僕は分かんない。ごめん、知らんかったみたいな。いいじゃないですかね。申し訳ない。ここは倉敷
倉敷市八千にあります和の縁絆からの YouTube でした。まだ食べます。はい、いつもの巨峰チューハイ、巨乳チューハイです。はい、うん、大好きですよね。はい、はい、巨乳大好き。締めのグレープフルーツサワーと、はい、何ですかこれ。ね、焼きおにぎりの汁かけのウニ。ピンポン。覚えたよ、うん、いつかこれでうなぎ食べてめっちゃ美味しいって言ってたよ。あ、そう。全然覚えてないのよ。もう本当に酔っ払い。じゃじゃん。本当はね、一人ずつ頼みたいと思って。ではお茶漬けいただきます。お茶漬けない、汁かけ。あ、汁かけ。それもちょっとあったんですね。いやー、盛り上がったわ。俺男をやろうか。やろうばっかりやったから。うまい。すごい先輩が優しいし、嬉しいな、ありがたいなと思ったら、ようよう考えたら、めちゃめちゃ可愛いと思ったりとかどうか。で、その人にみんなが来るとかし、その人目当てに来るとか。あ、うまい。あ、美味しい。仲いいというか、マーシー好きです。マーシー、その子すごい人当たり優しいんだけど、本性なんかマーシーの気がする。だからそれをマーシーだけの本質だと思って。あ、おいしい。本社で聞いたかな。おいしい。先輩は本社を見せてるから。ウニ食べた？ほんまに仲悪い。うん。ええですか？ほんまに最初は、あ、そう、違うじゃん。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 ほんまに仲悪い。純粋に仲悪い。そんな純粋に仲悪い。最初ほんまに仲悪い。絶品。生活の仲がいいんだけど、ほんまに純粋に仲悪い。いや、だもんな。ね、これ出汁なんですか？これ一番だし。一番だしというか。昆布。昆布とカツオと。カツオと。塩と。最初は。そうなんですね、シンプル。やらへんかっていう線引きが難しい。負けはできないから。はい。いや、その時にあの保育所に、はい、最後にお茶いただきます。どうぞ。嬉しい。今年あの博多の、あ、去年博多の食卓のレシピを教えてもらって、ガラと鶏のガラと鍋。